どうも、このまるです。キータラです。じゃあ、うちらのね、TMI なんだけど、まあ、このシリーズ的にはさ、4年ぶりに再開シリーズできてるじゃん。うん。で、今日、さすがに後編で最後で終わるだろうということで。前編後編で終わるかと思ったら、まさかの3部作だったね。そうなんで、でさ、最後はさ、うちら、ライブ終わった後の話になるんだけど、まあ、終わってさ、前回はさ、ちょっと高めの駐車場に認めたっていう、なんか超どうでもいい話したんだけどさ。そうね。そう。なんかそれで私がまあ運転してて、まあ、キータロさんをさ、送り届けるじゃん。うん、お家まで送ってくれたね。ねえ、なんかさ、そのさ、久々の再会でさ、なんかドライブっていうのもめっちゃおもろかったよね。いや、ほんとに。しかもライブ後じゃん。そう。めっちゃテンション上がったよね。そうなん。おえをめっちゃ聞いたみたいな。わかる。とりあえず JO1 をシャッフルして、で、ライブでやった曲を中心に聞いてったよね。うん、そう。これやってる、あ、やってない。でもいい曲だから聞こうとかもあったしさ。そう。飛べるからとかね。やってないけど、好きだから聞いたよね。そう。飛べるからマジでいい曲だよね。マジで好き。そう、なんかあの感じいいよね。なんかさ、夜で、うん、ライブ後で、で、まあ車だから比較的音量、まあ、そこまで大きくはしないにしても多少大きめにできるじゃん。なんかあの感じがすごいね。なんか、みたいな感じよかったよね。そうだね。しかもなんか夜の東京って感じで。ね、そんなさ、車もそんな多くなかったから、割とね、なんかドライブ感あってめっちゃよかったわ。ありがとう。そうだね。いえいえ。なんかさ、東京タワーの方とかもさ、全然行かないからさ、普段。いや、そうだね。うん。東京タワーとかが結構見えた時、キータロさんが去って写真撮っていたっていう。いや、なんか思い出残そうとしてると思って。まあそうだね。車からさ、なんでだろうね。別にさ、もう物珍しいわけじゃないけど、なんか車から東京タワー見えるとなんかテンション上がって撮っちゃうよね。でもいいよね。ドライブってさ、友達と行くとめっちゃ面白いんよ。そうね。うん。なんかね、だからそこの空間もすごいね、楽しくて。なんかライブ後ならではのテンションでもあったしさ。そうだね。なんかアフターライブみたいな。ライブ、ちょっとしたライブみたいな車の中でね。うん。いや、ほんとそう、ほんとそう。ね、よかったよね。うん。じゃあ今日は JO1 の絆ツアーの感想を3つ目についてやっていきます。じゃあ、セトリがこちらです、ピオ。で、前回は本編の21番のリアルまで。感想言ってたよね。うん。でもさ、この、前回もめちゃくちゃ散々言ったと思うけど、このさ、14からの21までの流れ、曲の良さというか、みんなの凄さみたいな、なんか、すごくてすごいしか言ってなかったよね、多分うちら。いや、そう、もうね、言葉にならんかったよね。もう、すごいやばいみたいな、もう、ほんとでもそれに尽きるみたいなとこあるしね。いや、ほんとそうだ、なんか、難しいよね、あれ、なんかもう感動って結局やっぱ言葉にできないんだなってなるよね。うん。いや、そうそう。いや、ほんとそうよ。まあでもそもそもうちらそんな、うちらそもそもやばいしか大体言わないけどね。普段から。確かに。感想 ?YouTube でもそうだよね。え、やばいとか好きとか。で、まあ今回はね、その一回、バイバイってみんながね、割と早めにさーって避けてって、で、アンコール、まあ拍手みたいな。なんか私さ、コロナ禍になってから、どういうアンコールになるんだろうって、やっぱ拍手なんかなって、なんかわからなくて。そもそも。なんかまあ、場面によってはなんか歌歌ったりっていうアンコールとかさ、あるじゃん。例えば、AKB だったら、あれなんだっけ ?AKB って何だったっけ ?AKB 歌ったっけ AKB 歌じゃなくて何だったっけなんかあったよね。AKB ってさ、AKB48 みたいなんじゃないそうだめっちゃ懐かしい。そうそう。そっか。でも JO1 自体がそもそもコロナ禍からさ、出発してるから、なんかコロナ禍じゃなかったらまた違ったアンコールの方法だったかもしれんけど。なんかそう、もしそうやったらどうなるんだろうなとは思うけど。まあまあ、まあ、それ置いといても、拍手とか手拍子で。アンコールって感じだったね。うん。いや、そうだね。うん。で、まあ、アンコール終わって、みんながありがとうって言って出てきたよね。そうね。まずなんか、ヨナが出てきて、なんか、あそこさ、なんか、絆バーっていうコーナーで、毎回バーをやってるっぽいよね。あ、そっか、そうだね。幼稚園ここか。そう。で、本当はいつもは絆バーなんだけど、なんか、僕ら行った回は、なんか幼稚園って言って、なんか、ヨナが、幼稚園の先生みたいな感じで、みんなの缶バッジを胸につけて、なんか、幼稚園設定でやるみたいな。で、一人、まあ一人ずつとか、まあ二人ずつとか、まあ何人かずつで、だからゾロゾロって出てきて、なんかおのおの入ってくるみたいなね。ああ、そうだった。すっごい今思い出したわ。ちょっとね、ライブの記憶ね、確かに。なんかどんどんさ、薄れてくの悲しいよね。そうな。なんで私の頭ってすぐ忘れるんかね。
いやいや、でもわかるよ。ライブってそうじゃない？なんかすごい最高だったに、どんどん薄れてくからね。なんか取っときたいよね。なんか保存したいよね。うん、そうな。でも確かになんかさ、その、絆バーのやつさ、ヨナが幼稚園って言ってて、で、最初に確かレン君じゃなかったかな？次出てきたんて。ああ、だったかも。で、なんかレン君が、え、ほんと、そのか、その設定で行くの？みたいな感じのことを言いながら、うんうん、そのバーカウンターについて、みたいな感じだったんよ。うんうん。で、なんか、その後何か出てきて、確かシオンかな、なんか誰かがめっちゃ床にさこぼしたんだよね、ドリンクを。あ、そうだ、あれ純喜とかじゃなかったっけ、なんか純喜と誰かがクロスして飲んでこぼさんかったっけ、うん、あ、そこだったっけ、全然覚えてない。いやでもなんか拭いたんはシオンだったわ、覚えとるん。うん、そうそう、拭いたんはシオンだから、シオンと純喜じゃないかな、だから。あ、そっかそっかそっか、自分で拭いたのか。そう、うんうんうん、でなんかそこで汚したから、さっきまで幼稚園設定だったんだけど、なんかヨナはもうバー汚さないでもらっていいとか言ってて、もう幼稚園設定終わっとったんで気づいたら。確かに。全然ヨナの存在が幼稚園の先生ではあったけど、うん、他全然その設定なかったよ。いや確かに、てか見とるこっちも全然なんかあれ幼稚園だったっけみたいなのを全然すっかり忘れとった。もうメンバーがわちゃわちゃ面白すぎて。うん、ね、なんでメンバーってあの面白いんかね。いやそう、自由だよね。うん、ちなみにさ、あのアンコール衣装あるじゃん。うんうんうん、まあ、なんか後に MC で突っ込まれてたけどさ、なんかパジャマみたいとか、確か敬語に言われてたけど、レン君さ、結構切りっぱなしの、うん、まあ、T シャツだったじゃん。うんうんうん。結構丈短めじゃなかった。いや、確かに。あのなんかラグランみたいな、なんかね、わかる、ほんと、うん、みたいな。レン君さ、最近ほら、スパカリネーションもそうだけど、なんかそう、短い丈当てがわれるよね。でも、それは敬語もな、なんなら。いや、確かに。いや、それはそう。てか、そういえば前回言うの忘れたけどさ、多分ここら辺のスパカリあたりからのやつって、ジャケット着てて、脱いだら、敬語がめっちゃ腹みたいなやつだったじゃん。そうだね。こういうの忘れたと思って、今すっごい思い出して、もう後悔しとる今。別に今言っていいよ。今言って取り戻そう。なんか、だから前回は、そのアンコール本編のメインのところは、うん、ほんと白 T で、もうめっちゃ黒プロで、敬語ね。うんうん、そう、もう、なんかもう、すごかったじゃん、腹筋が。いや、そうだね。超見える状態で。で、ごめん、一番最初にも言ったけど、まあ、シオンも確かここら辺で脱いでたはずなんよ、ジャケットを。うんうんうん。メインステージで私は見た。すごい。なんかさ、メンバーの脱ぎ事情詳しいよね。なんか、そう、珍しいと思って。なんかシオンがそういう感じが、と思って。ああ、でも確かにシオンはそうかも。うん。で、アンコールになったら、ちなみに、ま、レン君はちょっと丈短めだし、うん、で、ケイゴは、今度は、その丈は長いよ。ちゃんとシャツインしてるタイプの白いやつ着てて、でも袖ないタイプで、うん、腕はすごいちゃんと見せてくれるっていうタイプでした。報告です。そうだね、結構筋肉がね、いい感じにね、ついてらっしゃって。うん。ね、私、筋肉事情にうるさい人な。いや、で、それ割と最初からで。最初の日プのさ、なんか筋肉見せつけて近づいてくるシクパぐらいからそうだよ。めっちゃ懐かしいじゃん、それ。そう。確かにそうだ。敬語ね。確かに。アンコールはそうだったわ。なんかすごいね。だからどこかしらで絶対見せてくれるんだね。うん。でもなんかさ、よく考えればあれだもんね。その、アンコール衣装ちゃんとさ、写真として残ってるね。今見返したら。うんうん。そうだね。あの、集合写真ね、ジャムと一緒にね、会場で撮ってくれてるから。うん。だからね、敬語の、ここの腕のここやばいね、筋肉ね。マジで。うん、やばい。すごいよね。敬語ってさ、結構、キリンっていうかさ、なんて言うんだろう。細い、うん、細いっていうか、身長スラッとしてるから、なんか細いみたいなイメージあったけど、なんか筋肉もちゃんとあってさ、なんかすごいいい感じの、うん、いい感じだよね。そうな、なんかさ、しかも、そうなんだろう。細い、スラッとした良さもありつつ筋肉ある感じで、ね、好きな人多そう、そういうの。わかるわかる。なんかムキムキ感をすごい前面に出しとるわけでもない。脱いだらすごいみたいなやつだよね。ああね、胸打たれんで。で、まあ、その、そこでさ、なんだったかな、その、まあ、最初、アンコールの一曲目はドリナイなんだけど、なんかドリナイに入る前に、みんながさ、なんか眠くなってきた、みたいな感じで、なんか真ん中に座り出して、で、ルキがさ、すごい甘い一言言って始まるみたいな。いや、そうだよね。確かね、ジャム、俺にしとけば、だったと思うよ。ああ、そうだ。結構がっつり決まっとったよね。そうな、なんか、多分、さっき私さ、ほら、なんか、筋肉の話でさ、うっとか言ってたけど、
このルキのこの一言でジャムめっちゃ打たれてなかった。確かにもうそこここほんとみんな声漏れてたってか、もうキャーって声も聞こえたよね。うん、聞こえた。でも後で言うけどさ、ルキとっととカッカおるにさ、これ言うめっちゃ恥ずいね。確かに。いやそうだよね。思った。ジャム俺にしとけばとか。とっととカッカ赤面戦。びっくりする孫が、あのルキがみたいな、なるよね。立派に育ってーってなるね。まあ、富山のおばあちゃんになったから今。富山弁なんや、それ。だから、そう、あの流れでね、ドリナイのさ、てっとぅーみたいな、あのイントロ、うん、始まるのめっちゃ良かった、めっちゃ好き。ねえ、いや、うん、てかね、調べたらさ、昼公演はジャム、一緒に寝よっか、らしいよ。ちょっと。いやいやいや、昼から寝る、昼寝ちょっと。最高の昼寝じゃん。最高の昼寝じゃん。うん。確かに確かにそうだ。あのピアーリーナの時も言ってたかも。ね、言ってたけど、ピアーリーナの時はなんか人と被っちゃってなんかあんま聞き取りにくいみたいな感じだったかもしれん。うん。だけどもう最後はね、もう最後らへん多分ツアー後半はもうがっつり決まってるね。うん。確かに。すごいスパーンって言ってた気がするわ。ね、スパーンってってイントロ始まるからさ、もう完璧な演出だったよね。うん。うんそう。で、ここからドリナイからなんか割とね、メドレーっぽい、可愛い曲、明るい曲のメドレーみたいな感じになって、うん、いや、これもさ、アンコールにふさわしい、なんか本編ラストはさ、もう怒涛の激しい曲で攻めてきて、アンコール終わったら、なんか明るく、みんなで一緒に、みたいな感じの、なんか世界観だったから、これはこれでね、このゾーンもめっちゃ好きだったんよね。わかる。なんか衣装も可愛いし、それすごいマッチしてたよね、全部が。うんうん。そう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 。ね、グッズのね、あのスウェットも可愛いしね。ほら、なんか私さ、やっぱ、結構ライブ行ってたのが NMB だったから、NMB のコンサートのライブ、アンコールとかはさ、やっぱ T シャツにずっと見たことあるようなジーンズ、ショートパンツと、見たことある靴ばっかだったんで。メンバーは、メンバーはめちゃくちゃ可愛い。うん。だから衣装だけはってちょっとずっと思っとった。そうだよね。お揃いのスニーカーに、ね。下はデニム地でやったら何でもいいよみたいな感じで、ショーパンの子もいれば、なんかスカートの子もいたりとか。なんかね、うん、すげえ懐かしいね。懐かしいでしょ。でもやっぱさ、JO1 はちゃんと衣装も、なんかね、人に合わせて、さっき言った通りさ、うん、例えば、体のライン見せれる人は、見せてもいい人は、もう、なんか腹筋見せたり、腕見せたりみたいな感じにしながらでもかっこいいみたいなさ。ね。まあ、なんか、初世とかだったら結構さ、デニムめっちゃ着ててさ、うん、なんか、ヒョウ柄で、なんかいい感じだったよね。よかったよかった、そう。なんかほんと、木俣なんてさ、ほんとになんか私服かのような、なんか、うんうん、おしゃれな感じだったし、そうそう。だからなんかそのね、ほんとに自由な感じでいいよね、おのおの。別にグッズ身につけなくてもいいし。うんうん。うんうん。なんかほんとおしゃれな感じでめちゃ良かった。うん、わかる。あの、匠とかもマジで。おしゃれ泥棒みたいなやつだから、ほんとに。そうね。なんか、そう、ハイセンスって思ったもん。うんうんうん。でさ、なんか確か、ちょっと、太郎さん曰くステイの時だったかなって言ってたんだけど、なんかそもそも VCR、まあ、後ろの画面はさ、結構その曲に合わせたポップな感じだったじゃん。うんうんうん。でもなんか、絵文字がパーって出てきた時に、あれって思って。なんか見たことあると思って。ケイコンみたいなさ、ケイコンみたいなやついっぱい出てきて。ケイコンみたいなとは。わかる、黄色いね。iPhone の顔文字みたいなやつが。そう。あれがいっぱい出てきて、ケイコンじゃんってすごいなったっていう。これめちゃくちゃどうでもいい話。いや、でもね、同じこと思ってる人たくさんいるんじゃない？いや、ごめん、ステージじゃなかったかもしれんね。なんかわからん。でもどっかだったね。どっかで出とったよね、うん、めっちゃね、可愛いやつ。そうな。すごい結婚してるなって思ったん。うんうん、わかる。でもね、アンコールのね、その VTR っていうか、あの映像、ほんとコットって好きで。うん。うん。ほんとなんかゲームっぽい要素のやつとかもあったりとか。うんうん。あと、ドリナイとかは歌詞が全部英語で出とったんだよ。私見てなかったかも、そこ。そう、なんか、すごいね。日本語の歌詞だけど、スクリーンに出てるのがは、なんか英語になっとって。うん、なんか面白いなと思って、すごい見入っちゃった、それも。わー、なんか目足りんね。そんなん私も見たかったけど、でもさ、彼らもめっちゃ見たいからなんか困るやつじゃんね。いや、わかる、そうなん。そう。もうね、いくつあっても足りんやつなん。ここも見たい、あそこも見たい、みたいな。あー、確かに。しかも結構アンコールさ、みんなさ、みんなが固まってたことじゃなくて、結構バラバラに動くことも多かったじゃん。うんうん。うん、だからほんとね、もう、一箇所に集まってって思うぐらいに、もういろいろ見なきゃいけなかったよね。確かに。あとはさ、インスタにも上げてくれてたんだけど、レン君がカメラ持ってて移動して、なんか、客席と一緒に映ったり、うんうん、もしくはメンバーと一緒に映ったりとかやってて、そう、うちらが行った日のやつでやってくれて、まあ多分他の人もやってるかもしれないんだけど、
そう、なんかさ、その終わった後それを見返して、ああ、こんなこともあったな、みたいな感じになれて、すごいね、よかった。ああ、わかる。いいよね。うん。ねえ。てかやっぱ、メンバーのごちゃごちゃって世界救うよね。いや、救う、救う。ここら辺ほんと、やっぱ結構自由に動くからさ、さっき言ったけど、キータロさんも、うん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 。そう、メンバーとの絡み、みたいな。例えば、一緒になんか、ハグしたりとかなんかあるじゃん。うん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 。いいね。もう一回見たいんだけど。わかる。いや、わかる。ほんと。いや、これも絶対、もう円盤見るしかないもん。そうだね。確かに。うん、いや、でも本当にさ、そのステージからのさ、様子とかもさ、見れたりとか、残してくれたからさ、ちょっとね、このインスタとかで。うんうん、本当いいよね。なんか、あ、こういう感じで見えてるんだ、みたいな。うんうん。で、確か最後さ、ラウンド5でさ、ルキー最後めっちゃ、ちゃんと高音でシャウトしなかった。しとった。すごかったよね。うん。ルキーがシャウトしとると思ったもん。そう。いや、なんかね、JO1 は歌うまいってもちろん思っとるんよ。うんうんうん。そう、飛べるからとかさ、ドリーマーとかさ。ああいうバラードとかでめっちゃ聞かせてくれてた場面見てたから、でもなんかやっぱシャウトといえば純喜とかそういうイメージすごい強いじゃん。うんうんうん。でもルキーがやるんだっていう、なんかおーみたいな、なんかめちゃくちゃね感動したよね。うわ、やっぱすごいみたいな。うん、いや本当そうだね。だから本当なんか前の動画でも言ったけど、そのボーカルとかダンスとかさ、なんか専門とかじゃなくてもみんな垣根越えて、みんながみんなね、うん、なんかメイン張れるぐらいの感じになってるよね。うん、いや本当そう。あ、すごい感動したわ。うん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 。で、まあ、その後 MC か。ね、ごめんさ、あのさ、これは、あの、前回のさ、MC? あの、メインの方のさ、13から21件ある MC だと思うんだけど、なんかさ、言い忘れたやつあるからちょっと言っていい?うん。なんか、なんか勝手に言うって感じだよね。別にそう、うちらの動画だからいいよ。なんか、スパカリやった後にさ、レン君がさ、スパカリ間違えて覚えてる人いるよね、ダメだよって言ったんよ。で、その時に、なんか、結果的にはあれはジャムの内輪とか見ながらね、うん、メンバーというよりはジャムに向けて、スパカリの振り付けをやってくれたけど違ってたよっていう意味だったんだけど、なんか、うん、メンバーもちょっとドキッとしたみたいで、純喜が、怖って、聞こえんような声で、怖って言ってたらしくてさ、うん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 、それ初生がさ、純喜くんが自分たちに言われてると思って、マイク離して小さい声で怖って言ってるとか言って。そうす、確かに。初生にバラされてたよね。そう。で、純喜が、なんかもうバラされたからさ、開き直ってさ、いや、指摘されたんかと思うと、みたいな、なんか、そうそう。なんか、被害に遭いましたみたいな顔してたよね。あれさ、絶対なんかさ、ラポネの練習室の一幕みたいなさ、なんか、いつもこうなんかなみたいな、ちょっとゾクッとしたよね。やっぱ、レン君はさ、パフォーマンスリーダーだから、どうしてもさ、トリートメントしてるから、うん、あれの癖が まあ、いっぱいついてるんだと思うんだけど、やっぱ怒られる側というか、この指導される側のさ、純喜は、うわ、みたいな、先生みたいな感じになったから、一瞬で。そうそうそう。一瞬にしてだいぶなこと忘れたかもしれんね。そう。マイク離して怖はマンジュのやつだから。そうだね。てか、純喜めっちゃおもろいよね。本当に。いや、純喜マジおもろい。なんであんな、なんか何言っても面白いみたいな感じなんかね。そう。絶対ね、何かしら落としてくれるみたいなとこあるよね、もちろん。うん。うん。で、ごめんね。あれ、ね、これ言えたからすごい満足。はい。で、まあ最後はさ、MC、一人ずつ、なんか感想みたいな、ありがとうみたいな気持ちをさ、伝えてくれる場だったじゃん。なんか私、この、こういうやつって、私実は、ほんと実はね、申し訳ないんだけど、結構長くなるから、うん、そこまでに得意ではないんよ、正直。まあ、まあ、最後の挨拶って思い溢れて結構長くなりがちだよね、実際ね。そうそうそう、そう。なんか、そう。まあ、これはね、個人的な意見だからなんだけど、でも JO1 って、なんかいいことも言う人いれば、めっちゃ面白い人もいて、全部楽しめて、なんか、全然飽きんかったんだよ。うんうん。すっごいわかる。だからそれにすっごい感動して、JO1 は、なんかそのステージも、パフォーマンスもすごいのに、MC もやばいと思ってさ。うん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 。なんか、MC もやっぱ結局大切じゃんね。いや、大切。いや、ライブマジ大切、MC。キータロさんもライブ大好きだからさ、MC の大切さめっちゃ染みてるもんね。うん、そうそうそう。やっぱね、MC 面白かったらライブ面白いみたいなとこあるから、正直。うん。うんうん。そう、だから、それにすごい感動して、JO1 は、なんかそのトータルで見せてきたなってすっごい思ってさ。うんうん。確かに、素で面白かったもんね。うん。なんかそう、さっきもちらっと触れたけどさ、例えばルキーのトットとカッカのくだりあったじゃん。うん。うん、まあおじいちゃんとおばあちゃんが来てて、なんかトットかカッカが今日来てくれて、みたいなさ。うん。の後に、
なんかさ、トットとカッカが流行ったじゃん、なんか J1 の中で。なんか、うんうん、ルキの後の挨拶もさ、トットとカッカに触れてくるメンバー多くて、うん、なんだっけな、なんかもう、ケイゴが、もう、トットがトットと帰りたがってるよ、みたいな。そうなの。さ、そこでまずドカンって笑って、そしたらルキも負けじと、そしたらカッカがカッカしちゃうよ、みたいな。そう。もう二段階で落ちて、マジあそこ爆笑ったよね。うん、すごかったよね、あそこね。そう、で、その後二人が、やっぱ笑い起きたからすごい嬉しかったんか、二人でハイタッチしとって、それ感動したん、マジで。よかったね、と思って。いや、でも本当に、ああいうのが大切だもんね。いや、マジ大切。ねえ。てかね、なんならさ、そのトットとカッカはさ、キマタがそもそもさ、幸せでしたかって地声でマイク離して、うんうん、急にさ、なんか挨拶するときに、マイク離して、わーって叫ぶじゃん。幸せでしたかー、うんうん、みたいな、うんうんうん。その後、トットとカッカもーって地声でそのまま言ったんね。そうそう、そうだった、そうだった。なんなんかね。なんなら、幸せでしたかーのところでさ、せっかく地声で言ってんのにさ、ケイゴはマイク向きちゃったからさ、なんか、またもう、マイクに向かって話さなきゃみたいって変な感じになってて、それもすっごい面白かったね。わかる？なんか俺のネタ取るなみたいな感じでね。なんか、俺は地声のね、地声で言いたいのに、そう、邪魔してくる敬語ね、いたずら。そう。でもなんかこのやりとりとか全部、今まで、うんうんうん、今のトットとカッカとかも、うんうん、なんかやっぱメンバーが仲良くないとできないよね、こういうのね。ああ、できないできない。ね、なんかさ、出ちゃうじゃん。仲悪い時って出ちゃうじゃん、正直。ああ、出る出る出る。こんな空気感出せないよ、仲悪かったら。うん。まあめちゃくちゃプロだったらありえるかもしれんけど、でも私はないと思うから、なんかやっぱ仲いいんだなっていうのも感じて、うん、最高だね、JO1。いや、最高な。で、その後さ、ヨナもトットとカッカに触れたにさ、全然ウケんくてそれも面白かったよね。ヨナはそれがいいんよ、多分。そうそうそう。それもなんか、あ、翔くんやっちまったなみたいなことを言われとって、それもなんか愛されリーダーでよかったよね。うん、すごいよかった。でもさ、うちらがイケてないやつでさ、オーラスで、あの、翔くんの、ヨナのさ、誕生日祝いやったじゃん、サプライズで。うん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 。まあ、ファンが、まあ、企画して、メンバーも一部知ってくれてて、みたいな状態だったようなやつだったと思うんだけど、まあ、私はさ、それ参加しないから、詳しくはあんまわかんないんだけど、なんか結構やっぱサプライズだから、それでヨナが泣いちゃったみたいなのあったじゃん。見た見た、レポ。ね、あのレポやばかったよね。いや、レポ見ただけでちょっとマジうるっときたもん。ね、なんか、なんだろう、そのヨナが泣いてんのもうわって思ったし、そのヨナが泣いてるのを見てシオンが泣くっていうので、私めっちゃ感動して。わかる。なんかなんならキマタとかも。うん。なんか、ショックは泣いちゃダメみたいなこと言って泣いたみたいな。うん。どんだけこの精神的支柱なんと思ってさ。ああ、そうだね。すごいよね。確かになんか確かに、ヨナ本当なんか泣いてるイメージ全然ないっていうか、いつも気丈に振る舞って、まとめてくれてるイメージだったから。うん。いや、やっぱなんか、いろいろ抱えてたんだね。そうだね。てか、そもそもオーラスのさ、その、まあ、見てないからあれだけど、見た人のさ、その MC のツイートとか見てると、全部感動するような内容で。うん。いや、そうだね。そう、純喜もなんか泣いてたとか言われてるし。うんうんうん。レン君もね。そう。でもそうだよね。JO1 ってだってさ、ツアーずっとやりたくてもできなくて、やっとできたやつだったもんね。いや、そうだね。そう、全国ツアーみたいなやつね。うん。うん、いや、だから、なんかそういうのも見て、なんか見るだけでもか、なんなら。もうそういうみんなが言ったような感想とか MC のまとめみたいなのやってくれた人とかのやつ見ただけでもうすっごい感動したから、うん、まあ、結果 JO1 は最高っていうことなんよね。わかる。いや本当に、いや本当最高だった。てかなんなんかね、本当にめちゃくちゃ良かったね。うん。しかもさ、なんかこのツアー終わったタイミングでさ、スパカリの MV さ3000万再生いったよね。確かいったいった。すごない？いやそうなん。なんかさ、まずさ、PV がすごいことになったじゃん。うんうん。うん。何さ、MV なんかすごい上回ってきてさ、なんか、どうなっとるんこの勢いみたいな。うん。いや、すごいよね。なんか、よかったね。うん、ねえ、マジでよかった。で、まあ、ちょっと締めっぽくなったけど、まあ最後にね、MC の後は、最後、ウィザースでやって。本当に締めっぽくなっちゃったね。やばいやばい。そうそう。いや、全然全然、まあいいんだけど、そう。そう、だからウィザースはウィザースでもうほんとさ、この今回の絆を象徴するっていうかさ、もうあれをたくさん聞いてきたから、ほんと多幸感あるいい曲、明るくて、でも泣けるみたいな、いい締め、もうこれしかないよね、締めはね、みたいな。そうだね、確かに。なんかさ、しかもこの曲披露終わった後、終わった時に、ずっとさ、そのウィザースのメロディーがバンドメンバーずっと奏でてくれてて、うんうんうん、そう、なんかさ、
最後だからめちゃくちゃ音も多い、大きいわけ。うんうん、わかるわかる。あの感じいいよね。なんかプシューもすごかったと思う、なんなら。プシューもすごかった。なんか、ファイナル感すごかったよね、マジで。うん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 。あー、だからすごい、わー終わったーみたいな。終わらんでーってなった。でも。そう、わかる。でもすごいいい締めっていうかね、なんか綺麗に終わった感じはすごいあったよね。うん、あった。うん。いや、メンバーの幸せな顔見れて、うちらも幸せやったね。うん、ほんとに。うん。で、以上でね、今回 JO1 の絆ツアーの現場レポ、今回で終わったんだけど、いやー、もう全部良かったね。マジで、ほんとに全部良かった。もう不思議なぐらい、もう全部良かった。ね。なんかもう絶対次も絶対行きたいってなったもん。わかる。いや、ほんと、てかね、ライブが強いグループだよ、マジで。ね。あー、これはすごいことになると思う。ちょっと感動だったもんね、ほんとに。うん。まあだからさ、次の JO1 の活動が楽しみだよね。そうだね。